平井誠二郎平井誠二郎から1926年6月28日は、明治、大正期にかけての日本の鉄道技術者である。肖像医、訓医等、工学博士、貴族院直線議員、金沢城下に生まれる。1870年後新生に選ばれて、上京、大学南高、改正学校に工学を学ぶ。1875年、文部省、 第一回留学生として、米国連セラー工科大学に留学し、1878年に工学修士号を取得した。1880年に帰国後開拓士御用係となり、北海道で主に鉄道を建設にあたる。この間、北海道町旧本庁舎や函館水道の建設も指揮した。1888年に北海道を離れ、佐抜鉄道顧問となる。 ついで1890年まで大阪鉄道で技術部長を務める。後に関節鉄道に転じ、1904年10月10日、鉄道産業局長官に就任。1907年4月1日、帝国鉄道庁発足に伴いその総裁に就任。同年10月には鉄道国有法に基づく、私鉄17社の国有化を完了させている。 1908年12月5日鉄道院発足に、再祀、総裁、後藤新平の下で副総裁となった。同年12月23日、貴族院直選議員に任じられ死去するまで在任。1913年には中華民国、交通部顧問として中国に派遣された。日本国有鉄道百年史によれば、このように平々、後藤新平に近い人物が、 鉄道院から追われたことは山本内閣に反対していた後藤園の報復であったろうと噂されたという1925年病気療養のため帰国。翌年鎌倉の別邸で死去した。ありがとうございます。